開成功記念 S131 日大井1番人気の地元建ての将軍が無傷の5連勝で重賞初制覇全日本2歳優秀 N112 月13日川崎への優先出走権を獲得した2着には逃げた4番人気の浦和ライゾマティクス3着には3番人気の船橋車虎さんが入った 今開催から新たに入れ替えられた白い砂の上を、直線だけで8馬審査。単勝1、9倍の指示を受けた伊達の将軍が、重勝初挑戦で圧巻の強さを見せつけた。51年前に大井でデビュー。無傷の6連勝で2着につけた着差が合計56馬審。そのまま中央入りし、無敗のまま、9連勝、皐月賞を制覇。 国民的アイドルホースとなった名馬杯成功。その名を冠した一戦で、偉大な先輩の姿を彷彿させる強さだった。大外枠から積極的な競馬は予定通り、逃げたライゾマティクスを見ながら4番手を追走。直線で外へ出すと、これを並ぶ間もなくかわし、一瞬にしてライバルたちを置き去りにした。三河本は、直線は必ず伸びてくれる馬。 今日もものすごい足だったね、と満足そうだ。森下淳氏は、砂が変わってどうかと思ったけど、苦にせず走ってくれた。改めて力をつけていることを感じました、と微笑んだ。年内はこれで休養。来年は交流重賞、JPN3 に姿を変える雲取り賞、24年2月14日、多い、から指導予定。トレーナーは、この競馬なら、 JRA の馬を相手に戦える水準の馬だと感じました。まだまだ固まっていないし、大事に育てていきたい、と前を見据えた。ダートグレード改革元年に、また一頭、楽しみな馬が現れた。